おっす、やハロー、にゃんぱす、どうも、炭酸のお兄ちゃんです。本日はですね、気になる新作アニメですね。つうか、今回、紹介するのはですね、ライチのアニメの作品となっております。ぜひね、面白かったら、最後まで見てみてください。そして、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。下の方からね、サブチャンネルの方にも飛びますので、サブチャンではね、アニメ感想の専門として、やってますので、ぜひ遊びに行ってください。では、行きましょう。2021年4月からテレビアニメ放送開始、戦闘員派遣します。はい、パッと見ね。パッと見。あ、これ見ようって思いましたね。いや、気が早いかもしれないけどさ、もうキャラデザの時点でさ、なんかビビッとくるものがあるでしょ。もうニュアンスっていうかさ、インスピレーションっていうか、なんて言うんだっけ。なんかあるじゃん。まあ、直感的なもんでさ、絶対これ面白いなって、思った。もう可愛いじゃん、この子。もうほんとさ、生足に弱いんだよね、足フェチが。なんかさ、この目つきとさ、この感じでパッと思いついたのが、なんかシャナっぽいよね。尺眼のシャナのシャナですね。なんかシャナっぽいよね、この。まぁ、ちょっとこの、彼はユージ君にはちょっと見えないけど、まぁ、そうなんで。でね、これね、さらに面白くなるであろうっていう情報があるんですけど、なんとこのスバの作者、赤月夏目先生の、もう一つの、まあ、作品なんですよ。だよね、確か。ごめんなさい。間違えてたらしい。あ、そう。赤月夏目先生の、まあ、作品なんですよ。だから、ね、絶対、面白いんですよ。絶対ね。で、夏目先生、まあ、赤月先生のね、作品って、まあ、アニメ化しているのは、このスバと、漫画原作を担当している、獣道か。獣道は、まあ、獣マスク。そして、今回やるこの、戦闘員派遣します。こっちはね、ライトノベルですけどね。まあ、こんな感じで。4月4日。結構早いですね。4月4日からスタートということで。まあ、どんな作品かって言いますと、秘密結社、キサラギ。今や地球上の誰もが知る大企業は、自ら悪の組織と名乗って様々な悪行に手を染め、ヒーローたちを打ち倒し、ついに世界征服を成し遂げようとしていた。しかし世界を手に入れれば、大勢の戦闘員たちは不要になってしまう。このリストラ問題を解決すべく、キサラギの最高幹部たちは新たな侵略先として宇宙に狙いを定める。すげえな。そして地球によく似た環境の惑星へ、戦闘員6号と美少女型アンドロイド、キサラギアリスを派遣するの。あ、アンドロイドなんだ。さっきの金髪の可愛いロリ。地球の人々は魔王軍の侵略を受けていた。あ、違う。地上の人々は魔王軍の侵略を受けていた。名前がないですね。戦闘員6号。白井、何すんの？白井祐介さん。何言えてんだろう、白井さん。未来術に出てる。あとは、ビララにも出てる。あとはアイドルマスター。あと俺が知ってそうなのは、お、ソウジュンだ。今マシュマイレッシュやってるやん、スターズね。ソウジュンの声なんだ。で、戦闘員6。はいはいはい。まあ、まだ分かって、かな、まあ若手だと思います。ああ、ソウジュンの声優さんか。はい。白井さんね。そうですね。秘密結社、キサラギの最高さん、戦闘員。幹部たちとの付き合いを長く信頼も、さらに高い戦闘力を振るが、頭がかなり悪く、性格も行動も、クズの割に、せこい悪行しかできない。いまだに平社員なの、また。なるほどね。確かになんかもうゲスの顔。ゲス顔。なんか、カズマさんにちょっと似てるよね、この顔。で、アリスとね。あ、可愛らしい。いいね、白い服大好き。はい、アンドロイド。見た目可愛らしい少女だが、高性能な頭脳と体内に自爆機能。有し、敵の味方も容赦ない毒舌で切り裂く。一方、身体能力と戦闘力は、身体能力と戦闘力は見た目に忠実に使われており、普通の少女のみ。え？そうなの？魔法やオカルトなど、幾何学的なものが気になる。でも戦闘力は見た目に忠実って大丈夫か？さっきショットガン持ってた。
ね、スノーとおっぱい出て、グレイス王国の、この騎士団長、美しく剣の腕に秀でた騎士だが、周囲が引くほど欲深く、金と出世のためならどんな努力も惜しまう。趣味は剣のコレクション。ローンを組んで魔剣を何本も購入して、超面白い。さすがだね。さすが暁先生。お、かわいい、ロゼちゃん。戦闘用人造筋。ご飯が大好きな、素直で明るい少年。食べたものの特性を取り込む力があり、強くなるために様々なものを食べる。自分を作り出したおじいちゃん、これおばあちゃん。おじいちゃんの遺言を守っているため、何かと痛い限度が多い。どういうことだ。あ、でも可愛いね。オットワイで。すごい。アシンメトリーでいい。アシンメトリーですね。で、グリーン。高橋みなみ。不死と災いを司る邪神。ゼナリスに使える大司教。なんか、ちょっとこのスバにさ、似てる部分は多々ある。呪いを操り、何度死んでも蘇る、その特殊な力ゆえに。周囲から恐れられる。彼氏ができないのが悩みで、幸せそうなカップルを見るとすぐに呪いをかけてしまう。めっちゃ最高だな、これ。アリスちゃんです。ちょっと声優見てみました。勉強不足でした。富田美優さん。はい、若いですね。俺が知ってる作品だと、ことぶきのちかちゃん、ちょっとなんか、出てくんねえな。あー、なるほどね。はいはい、僕たちは勉強だけできないの。はいはいはい。あの、理系担当の子か。あ、理系じゃねえ。あれそうだよね。あ、だよね。リズちゃん。そうだ、リズリンだ。なるほど、なるほど、なるほどね。はい、わかりました。もうめちゃめちゃね、有名ですけど。はい、さらぎアリスちゃん。なるほどね。まぁ、ちょっと長くなるので、この辺にしておきましょうかね。続いては PV というのを見ていきましょう。そう、この素晴らしき世界に祝福。名前がないっていうのもすごいね。宇宙侵略。うわ、くずまさんっぽい。あ、ほんとだ。リズリンの声だ。あ、好きな声優さん、いる。剣と魔法の惑星、侵略開始。お、曲いいね。パスワードひど。かわいい。絶対面白い、これ。早いね、4月4日って。すぐじゃん。もう1ヶ月切ったじゃん。いいね。はい、ということで、戦闘員派遣します。期待して待ってください。このスバ好きの方はぜひ見ていただきたい。ほんと通ずるとこが多い、ね。主人公クズだし、いろんなね、個性豊かなキャラクターが、織りなす多分ギャグなんでしょうね。まあ、戦闘もありギャグもあるって感じ。楽しみに待ってみましょう。では、バイバイ。